はい、このシーンをちょっと見ましょう。このキッドは、まあ、デコボコも出てるし、キーワーも好きなところに立ってるけど、まあ、こういうグリッドはあまり面白くないから、それを、まあ、球体に変えたいと思いますね。そのプラネットの形にしたいと思います。では、こちらの、グリッドの代わりにスピアを球体。スピアを追加して、で、スピアは、ポリゴンにします。ポリゴンメッシュじゃなくて、ポリゴンにします。で、ポリゴンのフリクエンシーは、20にします。で、それを一回ずつ入れ替えてみましょう。そうですね。ちょっとスピアのレイディアスがちょっと低いから、それを、まあ、10まで上げましょう。うん、これでなんか結構いい感じになりましたが、ちょっとキーのオリエンテーションがおかしいですね。すべてのキーは、まあ、この上のキーでも、下のキーでも、上に向いてるから、それをちょっと直したいと思います。なぜこのすべてのキーは上に向いてると、この、スピアは今、ノーマル情報がないですよね。ノーマル情報っていうのは、このサーフェイスはどこに向かってるという情報は、がないですね。ちょっとスプレッドシートを見ると、で、まあ、アトリビュートの中には、ポジションしかないですね。で、その、ノーマルを、ちょっと追加したいと思います。ちなみに、こちらに、このボタンを押すと、ノーマルがプレビューができます。まあ、こちらに、なんかちょっと薄い色の、まあ、なんか線が出てる、みたいんですけど、まあ、これは、まだノーマルじゃないですよね。ここに載ってないから。じゃあそのノーマルを作る自動的に作りたいと思います。そのために、ファセットソップを追加します。で、それをスピアの後に入れます。で、ここにファセットの中にプリコンピュートノーマルズをチェック入れます。で、その、まあ、先の線が、まあ、明るいタルトークス色に、変えましたですね。で、ジオメトリスプレッドシートを見ると、ノーマルのアトリビュートも入りました。ノーマルはベクターアトリビュートですね。で、ちょっと、最後のマージの方に戻りましょう。うん。キーはまだ、すべてが上に向いてるんで、まあ、ちょっと見た目がおかしくなりました。そうですね。前は、そのスキャットソープの後にも、ファセットソープを一回使いました。このファセットソープはもう今いらないです。で、この元の、ジオメッティで、スキャットソープを、まあ、ポイントを追加して、そのスキャットソープが、まあ、ここにあるノーマル情報を、まあ、ピックアップしてくれるから、このファセットはもういらないです。これを消します。で、すべてのキーは、まあ、今、オリエンテーションが、まあ、合ってるけど、ただまあ、ロテーションが合ってないですね。ちょっとすべてが、まあ、倒れてるみたいから。だからそのモデル、このコピーソップの前の、トランスフォームソップを追加して、で、これは、rotate trees にして、で、例えば X アクシスで90度。うん、それで全てのキーはもう、まあ、綺麗にプラネットの上に立ってる。見た目がまだちょっとおかしいですね。で、それの理由は、こちらの最後のマージ見たら、もうエラーじゃなくて、まあ、注意点、まあ、注意マークがついてますよね。こういうなんか黄色黒のマーク。で、真ん中のボタンで押してみて、で、一番下に warning, a mismatch of attributes。で、アトリビュートが、まあ、こちらの左、マージに入っている二つのインプットのアトリビュートが違うから、それでエラーが起こってます。で、ちょっと比べましょうね。例えば、コピートリーのアトリビュートを見て、まあ、こちらはポジションしかないですね。で、こちらのインプットを見て、まあ、ポジションもあるし、色もあるし、ノーマルもある。で、まあ、こちらの見た目の問題については、まあ、特にこのキーのモデルにはノーマルがないから、ちょっと直したいと思います。そのコピー、どこに入れましょう。まあ、コピーの後でも、前でも、まあ、前入れた方がいいかもしれないですね。ちょっと前に入れてみましょう。ファセットソップをこちらに追加して、
で、vcomputer を回す。で、ノーマルのプレビューはもういらないですね。で、もう見た目はちょっと綺麗になりました。次に、こちらのパネットにマスクをちょっとかけ直さないといけません。前作ったマスクをちょっと一回見て、そうですね、もう本当に、もうすごいことになってるんですね。まあ前はグリッドでした。そのポイントの順番とか、そのポイントのナンバーも違うかったし、で、今はキュートになってるから、もうこういうなんかめちゃくちゃの、ことになってます。まあそのために、そのペイントをもう一度、やり直さないといけませんですね。ちょっとペイントに戻って、まあリセットをチェンジ、繰り返します。で、最初はまあそのキーがどこに立ってるを、ちょっとそうですね。まあ、もう一回書きたいと思います。で、ペイントをセレクトして、こちらのアイコンを一回クリックすると、まあ、そのペイントブラシが出ます。レディアスがちょっと低いからです。まあ、例えばこんな感じに書きましょう。あまり上手じゃないけど、まあ、とりあえず、こんな感じで書きましょう。で、まあ、キーの方を見たら、そうですね、まあ、キーはそこだけ取ってます。キーの数はちょっと少ないから、それをちょっと上げましょう。200まで。うん、これで結構いい感じですね。で、木はここに立ってます。で、こちらはもう何もないところで。で、今ちょっと考えたのは、例えばこのノイズは、もう木の下じゃなくて、まあ、ここだけに来るようにしたいですね。なんかもう山みたいな形を作りたいと思います。で、木がないところに山があるんですね。そのために、新しいペイントアトリビュートを、作りたいと思いますね。で、こちらはちょっとPaint Trees に変えて、で、次は新しいアトリビュートを書きたいと思いますね。で、もちろんそのカラーアトリビュートを、まあ、何回も作ることはできますが、まあ、今回はちょっと、もうちょっと別の方法で、新しいアトリビュートを、まあ、こちらにですね、新しいアトリビュートを追加して、そのアトリビュートの中にだけに書きたいですね。で、そのために、アトリビュートクリエイトソップを使います。で、こちらの中に、まあ、アトリビュート1を、まあ、作りましたですね。クリエイトしました。で、ジオメトリスプレッドシートも見たら、そうですね、アトリビュート1があります。で、この名前は、まあ、もちろんカスタム名前にできるから、私は、まあ、別の名前にしたいと思います。でも、その前に一回ちょっとノイズを見ましょう。このハイトの、高さですね。ハイトをアトリビュートでコントロールしたいと思いますから、アトリビュートの名前を、こちらのパラメータの名前にします。それをすると、まあ、ノイズは自動的に、そのアトリビュートをピックアップして、で、こちらに、その数値の情報を、つなぐですよね。だから、こちらに、アトリビュート1じゃなくて、はい。書いたら、ノイズがなくなりましたよね。で、ここにまだ2書いてるけど、まあ、これはもう、このスライドはもう、何も関係ないです。で、このバリューは今0だから、はい、ともすべて0。で、例えばバリューを1にしたら、まあちょっと1になりますよね。で、僕は、そのバリューを、まあ、ペイントソップで、作ります。で、アトリビュートクリエイトは、クリエイター、はい、アトリビュートにします。で、次は、そのアトリビュートをペイントします。で、それのためには、ペイントソップを使います。で、名前は、ペイント、ノイズ。で、そのペイントの中に、まあ、
ップツアーもカラー書きますよね。でも今回はカラーじゃなくて、ハイパーデュートを書きたいと思います。で、そのためにこのオブライトカラーをチェックして、で、CD のパラメータ、下のカラーパラメータ、CD じゃなくて、もうハイプ、ここに置きます。で、それをちょっとまあ書くところを見えるために、一回ビジュアライズアトリビュートをチェックして、まあ、インフラでのままにします。ちょっとこれはおかしくなりましたけど、とりあえずそれを無視してください。で、こちらに、あ、ちょっとブラシが小さいですね。一回こっち来て、こっち来て。そうですね。一回この、まあ、こちらのマスクと、こちらのマスクを、新しく書くマスクを、まあ、同じ時に見たいですね。そのために、こういうことをしましょう。Paint Trees を見えるようにして、で、次は、こちらをセレクトします。で、これをセレクトしたまま、もう書くことができますね。レイディアスがちょっと低いから。それを上げて、で、もう書けます。で、こちらに、まあ、キーがないところに山を書きます。こんなマスクを書いたら、ノイズをプレビューしましょう。そうですね。で、ノイズはもうこの書いたところだけに来てます。ちょっとペイントのあのビジュアライズをチェックオフします。ちょっと最後のマージを見ましょう。そうですね。で、ボコがそこだけに来てるから、まあ、ちょっとそのノイズの、形を、アジャストしたいと思いますよね。で、パリンじゃなくてアリゲーターノイズにして、で、フリクエンシーは、例えば、25にして、こんな形ですね。ただこのハイトはちょっと低いからそれを変えたいと思います。で、一つの問題は、このスライダーはもう使えませんですね。これはもう、まあ、アトリビュートから読み込んでるから、その高さをハイトを変えたい場合は、その、まあ、アトリビュートの数字を触らないといけませんですね。まあ、いろんな方法ありますけど、まあ、ちょっと簡単な方法は、アトリビュートラングルを使います。で、アトリビュートラングルは、まあ、ちょっと特別なエクスプレッションを使って、まあ、その、いろいろアトリビュートの数値を触ることができます。で、今回使うエクスプレッションは、アット、ハイト、イコール、アット、ハイト、かける3。で、これ意味は、アトリビュート、アットマークの、アット、アトリビュート、ハイト、イコール、アトリビュート、ハイト、かける3。だからもう、ハイトを3倍にしてください。で、マウスを外すと、そうですね、山が、ちょっと大きくなりました。で、最後に、そうですね。こちらが、ハイトが、まあ、ノイズが来てますね。山ができましたけど、まあ、このキーの下には、もうちょっと綺麗すぎるですよね。そこにもやっぱりちょっとノイズ入れたいと思います。だからもう、僕のアイディアは、その球体の形、ランドの形に、まあ、全体的に、もう一個の、まあ、別のノイズを、つけたいと思いますね。それをちょっとやってみましょう。で、またマウンテンを使って。そうですね。ノイズを入れましたけど、まあ、木の下はまたまあパーフェクト、綺麗ですね。で、山がおかしくなりました。だからちょっとなんか、
エラなってますよね。それはなんでかと、このマウンテンの、マウンテン2ですね。で、これは all noise にしましょう。この all noise の height は、そうですね。またパラ、またアトリビュートから読み込んでますよね。このインプットのジオメトリーに height アトリビュートはそのままあります。でその height は、all noise に読み込んでるから、で、height はここしかないですね。で、ここしかノイズが来てない。で、それを、直さないといけません。で、いろんな方法、またいろんな方法ありますが、例えば一つは、そうですね、このパラメータを、アトリビュートを、ディリートします。アトリビュートディリートに、で、ここに、はい。で、これをディリートしたら、ここにあったハイトを、ここにあるハイトを、なくなりますね。で、次はもうノイズから、このスライダーから、ハイトアトリビュートを決めることができます。でちょっとノイズの形をアジャストしたいと思います。フリクエンシーを上げて、これぐらいでいいですね。これ、明るいでかぼこが。ちょっと、明るいでかぼこが見えています。モデルはもう綺麗にできてるから、もう最後にちょっとシンプルなレンダーをしたいと思いますよね。ちょっとそのソープレベルから出て、オブジェクトレベルの方に戻りましょう。で、こっちとレンダービューに変えて、レンダー一回押しますね。で、こういう形になります。あまり綺麗じゃないから、最初に、このジオメトリはちょっとやっぱり足りないですね。でこぼこだから、それをちょっと全体的にスムーズを書きたいですね。それもいろんな方法ありますけど、結構、よく使う方法は、このレンダータブ、オブジェクトレベルのレンダータブに、render polygons as subdivision で、それはレンダーときだけに、サブディビジョンをかけてください。それはマントラのときですね。だから一回チェックして、レンダーウィンドウを見たら、すべてが、本当に綺麗にスムーズになりましたですね。じゃあ次はなんかライトを追加しましょう。太陽のライトを作りましょう。で僕は、ちょっと一回これ止めて、今回はエリアライトを使います。で、これもまたコントロールを押しながら、レフトマウスボタンで、一回エリアライトをクリックします。で、これをクリックすると、この見てるところから、ライトが作りました。で、このロックを一回つけて、で、これをロックをかけたら、そのビューポートをローテーションするときに、あとライトは一緒にローテーションします。で、僕はこれを見ながら、横からライトポジションを横までずれました。でこれ一回外してでまた真正面のビューに戻ってでライトはここから来てますね。ちょっとレンダーを一回やってみましょう。でもうこれで結構面白いと思いますが、この真っ暗なところは本当に何もないに見えるから、ちょっとそこもライトをつけたいと思いますよね。で、そのために、新しい、エンバイロメントライトを追加します。で、これも、またコントロールを押しながらクリックします。で、エンバイロメントライトを追加しました。で、レンダービューを見たら、そうですね。全体的に、フィルライトみたいな、ライトが追加しましたけど、ちょっと強いですね。ライトインテンシティを、0.2 まで下げます。まだちょっと強いですね。0.1 って。0.05。これぐらいで、面白いと思いますよね。またそういうなんか、それもデザインですよね。好きな、ようにしていいと思いますが、例えばこちら今こちらからだけが、メインライトが当たりますけど、
まあ、よく映画とかにするのは、まあ、そのフィルライトですよね。それか、後ろから、もう一つのライトを、もうちょっと弱いライトをつける。という、ということとかもやります。で、あと、もう一つ気になってるのは、この影を今見たら、まあ、すごくシャープな影ですよね。それをもうちょっとソフトのシャドウにやってみたい、まあ、変えたいと思います。で、そのために、まあ、そのメインライトの設定を変えます。エリアライトを選択して、で、こちらは、そのライトのサイズですよね。今は1だけど、そのライトサイズを大きくしたら、まあ、その影の形もちょっと向けていく。あ、ちょっとライトサイズを3まで上げます。うん、ちょっとソフトになりましたよね。で、これもだいぶ大きくすると、まあ、すごくソフトになるけど、まあ、これはちょっとやりすぎるから、まあ、例えば10ぐらいかな。まあ、これももちろんデザインから、まあ、好きなように、ちょっと、どういうイメージをしたいとかを、まあ、想像して、ちょっとパラメータを調整してみてください。プラネットのプロジェクトは、まあ、これで以上になりましたから、また今度のビデオをよろしくお願いします。お疲れ様です。